のすみかです。体の中からきれいに痩せる魔法のレシピをご紹介します。この魔法のレシピは、私が日頃からもうとてもお気に入りで、取り入れてるものですので、お楽しみにされていてくださいね。でまたこのレシピはですね、その腸内の善玉菌、イコール痩せ菌ですけれども、この痩せ菌をこう増やしてくれるものですから、あなたの体の中からもうピッカピカにきれいになって、結果痩せる体質がこう手に入れることができるということになります。でまた詳しい、材料レシピですねは、このお話後半戦で、お伝えしていきますので、お楽しみにされていてくださいね。私のお話なんですけれども、そうですね、約20数年前に南半球のオーストラリアにですね、私の大好きなホストファミリーと一緒に1年暮らしていた時期があったんです。でまた当時はニューサウスウェールズ州の、シドニーという、町で、働きながら、残りの時間はその、オーストラリア中をこう旅しながらっていうですね、そんな生活をしていたことがあるんですね。でその時に何せですね、ホームステイの、状態だったので、そのホストマザーが作ってくれるその、ご飯が、美味しいわけです。で、何をですね作ってもらっていたかと言いますと、肉、お肉ばっかりでしたね。美味しいんですよ。もう本当のお肉がもう毎日メインで、もちろんその、お魚もテイクアウトで、そのこうフィッシュ&チップスといってですね、その丸ごとこう油でこう小麦たっぷりつけこうドカッとこう揚げたようなものがたまにあったりですね、もうほぼお肉でしたね。でまたそのお米が一切出てこなかったので、もう本当にパン、パスタ、肉のこう繰り返しという食生活を送っていたわけです。でも皆様お気づきと思いますが、私は体調を崩したわけなんですけれども、まずひどい便秘になりました。お薬がないと出ないようなですね。であとはひどい肌荒れも出ました。そうですよね、腸内環境が、崩れるものですからそうなりました。でまた実は生理がですね半年止まってしまって、もう仕方なくその病院にいてですね、現地のでお薬でこう無理やりこう来させたみたいな、そんなね、ひどい、状態だったわけですね。でもちろんその蒸し野菜ですとかこう生野菜も取ってましたけれども、その基本のベースがこう和食とは全く違いますし、もともと生まれ持ったその腸内細菌の種類が違うわけですから、直に私はダメージを受けたという、過去があってですね。で実はクライアントの方から、もう先生スリムでいいですねとかね、本当ありがたいことにこうお褒めいただくこともあるんですけれども、いやいやいやと、実は過去ですね、こうで、当時、今の体重に比べたら、プラス10キロは太っていたと思うんですよね。パンパンでしたね。なのでそのいかにその食生活、食べているものが自分の体をこう作っているっていうのをこう身をもって、体験したわけなんです。ですから私はそれを教訓に、そのいかに腸内環境を良くして痩せ菌を増やして、結果健康的に、自然にその痩せ体質を手にできるかという、そこに気づきまして、今でも、このように腸活ですね、微腸活の専門家として、自分自身も取り組んでますし、同じようにいろんなお悩み抱えていらっしゃる女性の方のお役に立てますように、日々、活動しているわけなんです。さあ、こんな私なんですけれども、その取り組みの一つとして、先ほどお伝えしましたその魔法のレシピのお話にいよいよ入っていきますね。で材料はですね、こちら主にキャベツと、ビネガー、お酢ですねを使っていくんです。でまずこのキャベツがすっごく優れた食材なんです。
食物繊維が豊富というのはね、ご存知と思うんですけれども、実はその水溶性のものと不溶性のものがこう両方入っている優れものなんですよ。普通どちらかなんですね。例えば水溶性であれば、まあ海藻類ですとか、まあ、不溶性のものはそのまあ繊維質のこうゴワゴワしたものですよね、が同時に取れるという素晴らしい食材なんです。でまたこう細胞を老化させる、まあ、原因のこう活性酸素ですよね、体内にとってはこうダメージになるものを、まあ、抑制してくれる力もありますから、その抗酸化作用が働いて、まあ、細胞レベルで生き生きできるわけなんです。でそこに加えて次ですね、ビネガーですね、お酢です。でこのお酢はですね、この短鎖脂肪酸という成分がありますから、もうこれがその肥満予防に有効だという、まあ、そのデータが、ね、あるわけなんです。ですから結果この2つを取ることで腸内の善玉菌がどんどん、まあ、イコール痩せ菌がですね、あなたの腸内でうわーっとその、まあ、餌にしてくれるわけですから、もうピッカピカになって、まあ、痩せ体質になるということなんですね。では具体的に材料と作り方とどれぐらい取ればいいのかというお話を、最後にしていきます。まずこちらがレシピです。材料、キャベツ1/4、ビネガー、まあ、お酢ですね、100ml、あと天然の塩です。マグネシウムなどのこうミネラルが残っているお塩を、まあ、1/2と、チャックがあるこう封ができるこう保存 の、 袋ですねを1袋ご準備ください。とっても簡単です。もう私簡単なレシピ大好きなので、もうぜひもうすぐ作ります。今すぐ作れます。以上の材料ですね、まあ、袋に入れて振るだけなんですけれども、ちょっと詳しくお伝えしますね。キャベツはよく洗って千切りにしてください。でお酢はですね、私は昨日作ったのは白ワインビネガーを使いました。このビネガーですとちょっとこうフルーティーにですね、こう酸味もそんなに強くなくて、本当にマリネ風にこういただけるような感じなんですよね。実はこのお酢何でもいいです。良いお酢でしたら、まあ、そういったこうワインビネガーでもいいですし、まあ、黒酢であったりリンゴ酢であったり、お餅の良いお酢を使ってください。砂糖が入っていないものですね。あとはそのお塩ですよね。私はですね、藻塩といって、お塩とこう海藻だけでできた美味しいお塩があるんですけれども、娘のお友達のお母様のお店でですね、教えていただいて、まあ、それを購入して使ってます。そのお塩を入れるんですが、手順はそのまずキャベツとそのお酢を一緒に入れていただいて、袋の、まあ、封を閉めてこう振って、キャベツがしんなりしたら最後にお塩を入れて、もう一度こうよく振ります。で出来上がりましたら、まあ、煮沸でこう消毒したようなもう瓶の、密閉用のですね、瓶にこう詰めて保存していただくんですが、そうですね、冷蔵庫で2週間ぐらい持ちますが、多分2週間も経たずに美味しくて食べきってしまうと思うんですけれども、まあ、目安は2週間冷蔵庫で保存 OK ということですね。ぜひもう今から早速作ってみてください。で毎日の食べ方なんですけれども、量は毎日召し上がってください。ご希望 の、 体質になるまでですね、できれば毎日。で量はですね、100g 程度なので、まあ、小鉢にこう入るぐらいの量でいいと思うんですね。小鉢に、まあ、1皿を、まあ、1日に1回1皿ですね、朝昼晩いつでもいいです。ただポイントは食前に食べてください。まあ、こういろいろメニューが出たら、一番先にお箸が行くのはそのビネガーキャベツ、できれば食べきってから次に移っていただくと、より腸内が喜ぶと思います。でまた、集中的にその体重を落としたいという方は、できればですね、このビネガーキャベツを毎日今の手順でまとっていただいて、でプラスそのもう間食はお休みですね。
間食をまずはもうお休み、ものすごく効果が出ます。間食をやめてみる。そしてどうしてもお菓子って時はそのままご飯と一緒に取ってください。間食はしないということですね。であとはですね、生鮮食品のお休み、要はこう真っ白いこう栄養を取ってしまった食材ですね、まあ、白米でしたり、生鮮小麦、あとは白砂糖は、控えるですね。まあ、このようなことをされると本当にねお体が蘇ってね、細胞レベルから綺麗になれますから、ぜひ取り組んでみてください。でまたこのビネガーキャベツはですね、もちろんファスティング前後にももちろん、まあ、日頃もそうですけども使えますので、ぜひ手頃に取れるお野菜ですので使ってみてくださいね。でこのファスティングにですねご興味が、おありの方はこちら詳細欄に LINE のリンクを貼っております。で皆様そちらからご登録後に直接私までご相談されてますので、いつでもご相談ください。でまたこのですね、ビネガーキャベツのお話、何度も繰り返しご覧いただいて、思い出していただいて、あなたご自身とそして大切なご家族のためにお役立てくださいね。またこのお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。